しゃがみ込み、階段を上がるっていう時にやっぱ当たって痛くなっちゃいますね。はい、整体院復科院長で理学療法士の松田啓太です。どうもご覧いただきありがとうございます。このチャンネルは3件以上の病院整骨院に行っても痛みが改善しない、もしくは湿布痛み止めをしてもその場だけ痛みがまたぶり返してしまう、そんなですね痛みで悩んでいる方に対しての動画になっていますので、ぜひですね痛みで悩んでいる患者さん、ぜひ見ていただければと思います。患者さん、股関節が付け根のところですね、これって一体何なんですか？ここの股関節付け根のところ。はいはい。これは、いろんなタイプがあるんですけど、基本的には何かするとき痛い。なんかちょっとしゃがんで、首を結ぶときだったりとか。はいはい、こうしたりとか。了解です。それは、基本的には、いわゆるこの股関節の仕組みを知っていくといいんですけど、結論から言うと、股関節のここの縁についてる関節芯って言って、関節の唇って書く関節芯が炎症を起こしたりとか、関節の、いわゆる股関節の周りにある筋肉が使いすぎたりとか、あとは関節が骨と骨同士が当たってしまって痛いっていう、大体この骨と骨同士、もしくは周りにある関節芯、もしくは筋肉、この3つの痛みのどれかになっていることが多い。で、股関節がどんな風になってるのかっていうと、まあ、こんな風に人間がいて、頭があって、首があって、胸郭があって、腰があって、ここに骨盤があるね。骨盤があって。患者さんもよく言うよね。いや、深くしゃがむと痛いみたいな。あるんだけど、基本的にこの股関節って若干ですね、前から見てもらうとこんな風になってるんですけど、前から見た時と後ろから見た時って、後ろから見た時ってあんまりこの骨が見えないっていうか、股関節が見えないんですよね。前から見た時は結構見えますよね。で、何が言いたいかっていうと、前にこれが骨頭っていう太ももの骨、これが骨盤だとしたら、横向き合ってるわけじゃなくて、若干前を向き合ってるんですね。こういう風に前を向いてる状態。で、前を向くと何があるかっていうと、前側が開いてますよね。開いてるということは、動きやすいってことですね。こんな風に。いろんな方向に動きますよってこと。逆に言うと、後ろが詰まってるってことは、後ろはあんまり動かない。だからみんなの股関節って、基本的には曲げるときへ曲がる。いろいろ動く。後ろ側ってあんま動かないですよね。後ろ側に足がつきますって人は、なかなか中国雑技団にないと思います。ね。ってなった場合に、基本的に前側が動きやすくなってる状態。だから前側がこんな風に開いてる状態っていうのが普通だと思ってください。オッケー。で、なんでじゃあ前側が開いてて動きやすいのにここが痛くなるのか。これはほぼほぼね、いわゆる二つの原因があって、まず一つ目が、この骨盤が覆いかぶさってくる状態。こんな風に覆いかぶさってくる状態になったら、当たっちゃいますよね。骨と骨同士が。当たっちゃうんですよ。だから、骨頭って言ってね、だいたい太もの側、こういう風になって。で、こういう風に開いてるから前が動きやすい。だけども、もし骨盤が覆いすぎてる状態になっちゃったら、当たっちゃいますよね、骨が。で、なると、この当たった場所の骨盤側にある、ここの部分、当たってますね。これで痛くなってる。ただ、痛くなるのが、この関節の周りにあるいわゆる関節芯っていう唇の部分なのか、関節芯を越えて骨が当たっちゃってて痛いのかっていう、この2つがある。あと1つ、さっき言ったけど、ここの筋肉、いわゆるここの筋肉が当たらないようにずっと使いっぱなしになったりとかでいうのがあって、痛みが起きてる。筋肉がずっと使ってて痛みが起きてる場合で、この大体3つになってるっていうのがあるから、まあ、簡単に言ったらここが覆いかぶさりすぎてる状態っていうのが大体あります。で、女性の場合はこれがね、覆いかぶさってる状態っていうのが、これね、FAI っていうのがあって、フェモラルアセタブラルインピジメントって言って、フェモラルアセタブラルインピジメント、フェモラルっていうのはいわゆる大腿骨っていうね、太ももの骨、アセタブラルっていうのはいわゆる寛骨っていう意味で、いわゆるこの骨盤だと思ってください。のインピンジメント、いわゆるインピンジメントで挟み込みっていうのね。で、これフェモラアスタブラインピンジメントで FAI って言うんですけど、このいわゆるこの前側が空いてるのが覆いすぎちゃうよっていうのがあります。これがいわゆる FAI の中のピンサータイプってやつになりますね。ピンサータイプって言って、まだカムタイプってやつがあって、カムタイプはいわゆるこの骨頭自体がこんな風に当たりやすい状態になってるって状態です。骨頭って言ってここの部分なんですけど、ここが丸くなってるんですね。本当は骨頭ってこういう風に丸くなってて、こんな風に動くんですけど、これが丸くなってなくて、ちょっと歪な形をしてて当たりやすいっていう状態もあるんですけど、まあ男性はカムタイプって言って、骨頭側、いわゆる大腿骨側が丸くなくて当たってることが多くて、女性の場合はいわゆるこの覆いすぎてしまってる状態っていうところで、当たっちゃうっていうのがあります。インピンジメントって挟み込んじゃう状態が多いです。これがピンサータイプね。で、スケさんは、いわゆるこう、まあ男性じゃないですか。で、例えば、股関節痛いってなると、カムタイプって言って骨頭側の問題が多いかもしれない。で、でもね、
股関節の疾患ってほぼほぼ女性が多い。女性がだいたい7割ぐらいって言われてるので、女性の方がやっぱ多くて、で、女性の場合はやっぱさっき言ったピンサータイプっていうのもあるし、逆に多いすぎなすぎる、多いすぎるんじゃない、逆に少なすぎるっていうタイプの、球外形成不全ってやつがあったです。で、なんでかって言ったら、なんでだと思います？ちなみに。骨盤の形が違う。お！勉強してきたね。さすが。そう。女性って骨盤の形が、女性の場合って、いわゆるこう、ちょっと、もぺっとなってるというか、横に広がってるんですよね。なんでですか？さすがです。その通り。そう。出産するんで、骨盤が、こう、開かないといけないんですよね。だから、あとは、赤ちゃんが入らないといけないし、女性の場合は、もともとそもそもですけど、子宮があるんで、内臓が1個多いですね。だから、ここはどうしても、こう、広がってる状態になりやすい。なので、どうしてもね、この骨盤のところが、いびつな形になったりとか、で、逆に、開いてるときはいいんだけど、開くっていうことは、ここ自体が、こんな風に、こういう風に開くってね、骨盤が開くっていうことは、この、こういう風になってるところが、こう開いちゃうので、浅くなったりとか、逆に開き方によっては、こう開くことで、覆いすぎてしまったりっていう状態も起きるし、女性の場合はね、やっぱ骨盤が柔らかいというか、横っ広くなってるので、どうしてもね、股関節の痛みが起きやすいっていうのがあります。でも、ほぼほぼが、骨頭、いわゆる大腿骨っていう太もも骨じゃなくって、骨盤側で起きてるっていうのが、ほぼです。ね、ここまで、わかった。わかったんですけど、うんうん、骨頭がずっと当たってるでしたのか、何かが原因で、うん、この骨が動いたりとか、うんうん、関節の位置が変わっちゃうみたいな。はい。で、これ、ほぼほぼみんなが言うのが、動作時痛って言って、いわゆる、動くとき痛いっていうのが動作時痛。で、動くときなんで痛いかって言ったら、覆ってるから動くと痛いんですよね。で、さっきの思い出してほしいんですけど、あれ？全部曲がるときなんですよね、これ。痛くなるのって。上げるときは骨頭がこういう風に上がってきて当たる。しゃがむとき、骨盤が前に行って当たりやすい。いわゆる、これね、何かって言ったら、深屈曲って言って、深い屈曲。いわゆる、曲げるのが深くなればなるほど、普通に曲げるぐらいだったら全然いいんだけど、深く曲げていくと、さっき言ったみたいに当たりやすいんですよね。だから、深屈曲っていうとき、しゃがみ込み、階段を上がるっていうときに、やっぱ当たって痛くなっちゃいますね。だから、いわゆるここの部分が当たってしまってる。いわゆる動作で当たりに行ってるって言ったら分かるかな。当たりに行ってる状態。逆に骨盤が曲がって当たりに行ってる状態。曲がってる状態があんま良くないっていうのが言われてる。で、スケさん。じゃあ、どうすればいいんですかってなるので、先に説明していくと、じゃあ、もうこれって骨の問題だから治んないのかって言ったらそうじゃなくって、これ大事なのは、ちゃんと、この骨の変形自体は改善しません。先に言います。私たちは改善できない。改善してんだったら、病院にいて、整形外科に行って、しっかりこう手術するとかってことでやっていかないといけない。ただ、手術はしたくない。怖い。もうみんな言います。じゃあ、どうするべきかって言ったら、これ、骨の変形は取れなくても、痛みは取ることができます。痛みってなんで起きるか。当たるからですよね。じゃあなんで当たるか。覆ってるからですよね。いやもうこれ以上無理じゃんってなりますけども、これ改善できます。何かって言ったら、さっきの女性の骨盤の話がすごくポイントで、逆に言うと骨盤が動いたりとか、開いたりすることで、覆っちゃうっていうのもありますよね。逆に骨盤が動くことで、覆ってるのを解除することもできるっていうことですよ。骨盤の動き次第で、この覆ってる部分、覆いすぎてる部分を改善できますよってことです。で、ほぼほぼ骨に変形がない人でも起こり得る。なんでかって言ったら、この股関節を覆うってどうなるかっていうと、簡単に言ったら、この状態になると骨盤覆ってますよね、めちゃくちゃ。何かって言ったら、これ横から見たらわかります。こんな状態です。いわゆる、へっぴり腰のような状態。こんな状態になると、骨盤が前を覆ってる状態なんですよ。ってことは、もしかしたらこれってね、骨の変形じゃなくって、逆に、こういうふうに股関節が曲がってしまってる状態。いわゆる股関節伸びない状態ができてしまってて、ただ前に行ってるから、これを立つためにはって言ったら、まっすぐ下ろしたら骨盤が前傾って言ってね、こういう風にならないといけなくなるんです。で、これってそのまま上げていくと骨盤まっすぐすると曲がってる状態ですね、股関節が。でも股関節曲がるわけにはいかない。立つときは。なると骨盤が前傾してるってこんな状態になっていく。ってことは何をするべきかって言ったら、この股関節が痛みが出てる場合は、いわゆる骨盤の後傾出してあげたら、後傾を出してあげる状態にしてあげれば、前側開きますよね。で、股関節痛の方は見てみてください。ほぼほぼこんな姿勢になってます。逆に、この骨盤前傾を取ってあげるってことをギュッとしていけば、これ、痛み、
いわゆるここの前側が開きますよね。開くってことは普通に階段を登ったりとか深呼吸しても痛みがない、いわゆる当たらないって状態ですね。じゃあ何するべきかって言ったら、この骨盤をぐっと持ち上げる。どんな筋肉かって言ったら、これが屈直筋下部って言いますね。お腹の腹筋あるじゃないですか、シックスパックみたいな、あれが上に2つ、真ん中に2つ、下に2つ、実際8パックってね、下にまだあるんですけど、ここの下の部分が力が入ってない人多いんですよ。特に女性ってポッコリお腹っていうじゃないですか。ポッコリお腹っていうぐらいやっぱ内臓も多いから、子宮も多いから、どうしてもポッコリお腹になりやすいです。なので何が必要かって言ったら、このポッコリお腹になってるここをしっかりギュッと持ち上げていくっていう状態で、こんな姿勢になるって言ってるわけじゃない、これをまっすぐ持ち上げるだけ、まっすぐの姿勢にするだけです。なんでもしこれって骨の変形があったとしてもなかったとしても、痛みは改善できます。その今から腹直筋下部をギュッと上げるっていう原因を見つけることで、もし痛みが楽になった、しゃがみ込みができるようになったんであれば、これはしっかり痛み改善できます。なんでかって言ったら、お腹が効いてないだけだから、骨盤がちゃんとコントロールできれば、ここは痛みなくなってきますから。なんでちょっとね、今から紹介をしていきますので一緒にやっていきましょう。はい、じゃあですね、実際にやっていきたいと思うんですが、ちょっとね、お腹のところの部分やりたいと思います。で、やり方紹介します。で、まずこの状態で動かすと多分痛いと思うんですよ。痛い方の股関節をこうやって曲げてみてください。痛みが出てる動き、例えば階段を上るだったりとかをやってみて、上げてみて、あ、痛いなってのを確認してみてください。で、やり方としてはですね、腹直筋の下部、腹筋をしてもらうんですけど、腹筋ってみんなってやりますね。これダメです。なんでかっていうと、これ腹直筋の上部繊維って言って、この肋骨のところを鍛えるんですよ。で、肋骨のところを鍛えちゃうとどうなるかっていうと、こんな姿勢になっちゃう、猫背になっちゃいます。で、みんな鍛えたいのって本当はお腹の下っ腹っすよね、下っ腹のところ。だけどみんなね、普通に腹筋して上ばっかり鍛えちゃいます。病院でね、腹筋した方がいいよって言われるじゃないですか。腹筋すればそういうこと、猫背になって反り腰になって腰痛いんですよ。この腹筋じゃなくて下腹部の腹筋どうするのって話ですけど、非常に簡単で、自分でこんな風に持ってグッと持ってきてください。これだけで、まずこれで骨盤が後傾してる状態が作れますね。で、これ片方でやると股関節詰まっちゃいますけど、両方でやると骨盤がちゃんと動きますから、だからまず持つだけで、持ってもらって、で、ここからですね、何するかっていうと、この状態から自分の膝がありますよね、膝を胸の方にグッと近づけます。これをフォローしながらグッとで、うっと言って5秒間キープ、1、2、3、4、5、 OK。で、やってる時に股関節痛い場合であれば、曲がるところまでで構いません。曲がるところまででグッと上に上げる。で、この時に腰が反っちゃうと意味がないです。これ全く違う運動をしてますから、しっかり曲がって丸くなる。背中が丸くなる。で、頭が浮いちゃうとこれダメなんで、頭浮かないようにグッと。1、2、3、4、5、 OK。という感じで5回ぐらいやってみてください。これね、簡易的にやってるだけなんで、実際はここからまた腹直筋下部のトレーニング、運動療法とかやっていかないといけません。まあそういうのをね、MSM って言って私の腹科ではやっていますので、もしね、今回やったやつが良かったらぜひぜひ概要欄の方に貼っておきますので、店舗情報ね、ぜひ見てきてください。で、この状態で上げてみて、あ、楽だった。あとは、さっきみたいに股関節曲げてみて、あれさっきより曲がりやすい。可動域が上がってるって状態であれば、骨盤が前傾してるから当たりやすくなってるだけです。こう前に向いてるから曲がりにくい。けどこれが骨盤後傾した状態になっていけば当たりにくいですよね。だから動くようになったってだけですね。いいですか？ただこれは一瞬やっただけなので、しっかりとした運動療法だったりとか、トレーニング、ウィズセブンムーブメントっていう治療法。これは MSM って言いますね。緩める、モビリティ、スタビリティ、鍛えていく。そしてムーブメントは動作に変えていく。この段階でやっていかないと、結局動作でやっぱり痛みが出るから、動作を変えないといけない。でも、鍛えないと動作はできない。で、鍛えるためには緩める場所が必要。この概念でやっぱやり取りしていくと、痛みが戻らなくなってくるし、痛みでは根本的に解決できるようになってきます。で、今日はね、この運動療法っていうのをやって、原因発見法をやってもらって、今回やってよかったなと思うんだったら、ぜひね、店舗情報ありますので、ぜひね、概要欄の方をチェックして見てみてください。あとね、YouTube チャンネル登録してもらったりとかすると、どんどん動画出してますので、チャンネル登録
く、あとは高評価コメントいただけるとすごく嬉しいのでよろしくお願いします。はい、ということで今日はねこれで終わりにしたいと思うんですけど、本当にね痛みってちゃんと原因が分かれば解決できるもの、できないものもあります。ですけどその原因が分かるだけですごく楽になると思うんですよ。ただそれをねしっかり見つけるための動画になっていますので、もしねしっかり根本的に改善したい場合であればぜひねこの動画見ていただければと思いますし、店舗の方もねやってますのでぜひねそちらの方も来てみてください。では今日はここで終わりにしたいと思います。今日も動画をご覧いただきどうもありがとうございました。また見てください。